皆様こんにちは。ニッセアセットマネジメントの小林です。先月の市場環境について解説いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに4月の市場環境について総括いたします。株価は上旬、国内は下落、海外はほぼ横ばいで推移し、中旬は国内、海外ともに上昇に転じ、下旬には一段と上昇、月間でも上昇となりました。金利は月初、国内は上昇し、海外は低下、その後、国内は変動レンジの上限に近い 0.4% 台後半の水準で推移し、海外は一旦上昇しました。月末にかけて国内は急低下、海外も低下となり、月間では国内は上昇、海外は小幅の低下となりました。ドル円レートは上旬は円高ドル安へ動きましたが、中旬以降は円安ドル高へ戻し、月末には日銀の金融緩和政策維持を受けて136円台まで円安ドル高が進行、月間でも円安ドル高となりました。続いて各市場の動きについて解説いたします。最初は国内株式の動きです。4月の日経平均株価は月末で 28,856 円と月間で 2.91% の上昇となりました。上旬は米国景気指標鈍化や米国株安、円高を受けてやや下落しましたが、中旬は円安や米国株高を受けて上昇に転じ、月末にかけても日銀の金融緩和政策維持の決定とさらなる円安を受けて一段と上昇、月間でも上昇となりました。次は米国株式の動きです。4月のニューヨークダウ平均株価は月末で 34,098 ドルと月間で 2.48% の上昇となりました。上旬は求人数や ISM など経済指標の鈍化で景気悪化への警戒からほぼ横ばい、中旬は小売売上などの好調を背景に景気への期待が戻る形でやや上昇、下旬はファーストリパブリックバンクの経営破綻懸念で一旦下落しましたが、月末にかけてはテクノロジー大手等の企業決算の好調を受けて急反発し、月間でも上昇となりました。次は国内金利の動きです。4月の10年国債利回りは月末で 0.394% と月間で 0.043% の上昇となりました。月初10年債入札の低調や植田新総裁就任後の日銀政策変更への警戒感を背景に上昇、その後は変動レンジの上限に近い 0.4% 台後半の水準で推移、月末には日銀金融政策決定会合で緩和政策の位置が決定されたことを受けて急低下しましたが、月間では金利上昇となりました。次は米国金利の動きです。4月の米国10年国債利回りは月末で 3.42% と月間で 0.05% の低下となりました。上旬は求人数や ISM など経済指標の鈍化を受けて低下、中旬は雇用統計や小売売上などの好調を背景に一旦上昇しましたが、下旬にはファーストリパブリックバンクの経営破綻懸念を受けた利上げ観測の後退で再び低下となり、月間でも小幅の金利低下となりました。最後は為替相場の動きです。4月のドル円レートは月末で136円30銭と月間で3円44銭の円安ドル高となりました。上旬は米国経済指標鈍化、米国金利低下で一時131円台前半まで円高ドル安へ動きましたが、中旬以降は雇用統計、小売売上など米国経済指標の堅調、米国金利上昇を受けて円安ドル高へ戻し、月末には日銀の緩和政策維持を受けて136円台まで円安ドル高が進行、月間でも円安ドル高となりました。以上、先月の市場環境について解説いたしました。来月もぜひご視聴ください。ご清聴ありがとうございました。